どうもこんにちは、ひろっきーです。今日の動画はウサギを紹介したいと思います。ひろっきー、実はウサギ4匹飼っています。ん違う、1,2,3、5匹だん5匹、5羽だね。うん、そのウサギさんたちを今日は紹介したいと思います。はい、まず1番目がはい、まず1番目がロップイヤーのシュシュさんです。あー、噛まないで服が破けるじゃん。うわ、服噛まれた。ほら、可愛くないめっちゃ。結構おとなしいです。でもちょっと大きさはちょっとでかいかな。こっち向いて。ねえ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 、こっちを向いてよ。ねえ、こっちだ、こっちを見よ。ゆじ、こっち向いて。全然見えん。アイトラン。大好きなチューブだよ。おいしい？おいしい？ほら、かわいくない？かわいい。はい、チューズさんでした。次は？はい、こちらのマシロ。マシロくんです。次がこちらのネザーランドドワーフのマシロくんです。どう、危ない。あ、超可愛くない。あ、性格がね、一番おとなしいウサギさんです。めっちゃおとなしい。こうやって撫でるとめっちゃいい。超可愛い。こちらが3羽目のウサギさんです。名前はヒカルちゃん。この子も性格がおとなしいです。食いしん坊なんだよね。ただそれだけ。はい、次が4羽目のこちらのウサギです。さっきのヒカルちゃんのお母さんです。超可愛い。この子も性格がおとなしいです。さっきの白いマシロくんの次に性格がおとなしい。可愛い。はい、次のウサギがこちらです。ちょっと隠れちゃってるんだけど、ちょ、凶暴でちょっと触れないのでここで紹介します。名前はみーちゃんです。おいで、おいで、おいで。うい、怖い。凶暴だからちょっと触れないです。怖いです。噛まれちゃうんで。にゃというわけで、ヒロッキーのウサギコーナーでした。どうしよう、ネタがね。じゃあもうネタがないんで、このウサギのラビットフード、美味しいのか美味しくないのか食べてみようと思います。はい、というわけで、今回の動画終わりです。もう終わりかよ。もう終わりかよ。チャンネル登録ぜひお願いします。はい、はい、次の動画まで。 See you。 バイバイ。